時は戦国、群雄ひめく戦乱の時代。ある者は孤独、ある者は戦友と共に夢に向かって歩み始める。ヒーロー、数多の強者が成し得なかったその比類なき夢を叶えてみせよ。天下統一への道。私の技、破られるわけがない。行け、我が分身たちよ。地獄忍びか、馬鹿試合は苦手なんだがな。ここは御仏に捧げられる神聖な地。なんとたりとも荒らすことを許します。見せておくれ、お前の戦いを。はい、すべてをご覧に入れましょう。もらうぜ。あの世で政宗様の天下取りを見物しない。貴様、謙信様に会いに来たな。小次郎、熱くなりすぎるな。クールに行けよ。承知。分身がやられたか。しかし負けない。なかなか手強い敵ですね。すべてをこの方にお任せください。なぜあの方に刃を向けるんだ。その力、頼りにしていますよ。ご覧あれ。こじろ、派手なのを頼むぜ。様のお声を聞かせるものか。どれほどの修練を積めばあれほどに。クソ、あいつのせいでこの戦は負けだ。お前、医者門天の助けがあります。医者門天様、それがしを。主に捧げたこの命を見よ。もらうぜ。真剣勝負はどこに転がってんだ。邪魔する。すべて切る。
俺の妻はいい。お前らの持ち場につけ。わかりました。俺ら働きます。痛みなどこらえるか。まだだ。私の剣の技を破る。敵もなかなかやりますね。申し訳ありません。この失敗必ずや。本当に忍びの数だ。皆の者、気を抜くと首をかかれるぞ。こちらに来たか。拙者も運がない。そのような気概で天心様は守れない。悪いね。うちの副将はちっとばかり短気でな。今は耐えよ。山だ。もらうぜ。政宗様の天下取りを見物しなよ。毘沙門天のご加護は私にあり。剣心さん、私が守る。来なさい。そなたはすでに私の手の中に。剣心様の美しさ思い知れ。踊れ、私の手の中。一度ゆっくり話をしてみたかった。静かに眠れ。剣心様は私がお守りする。毘沙門天よ、我に慈悲を。地獄が見てえか。やれやれ、真剣勝負はどこに転がってんだかな。次はあの世で相手してやるぜ。腕磨くんだな。
客が来たぞ。寝床は仏まで十分じゃ。筋肉了解。進め、我ら筋肉隊。ここは本願寺総本山でやる。俺にもまだ見えぬものはあるか。才能俺なんかには一生を分かるぜ。小十郎様が飢えてんのがよ。手塩にかけて育てた筋肉一の隊隊長が300秒で消えた筋肉香水で鉄装のモテモテ。あの世で政宗様の天下取りを見物しない。賢者様、この方々を倒すのではなくて。拙僧の筋肉もんが。もらうぜ。邪魔だ。いつもの調子でやれ。余裕だろ。
勝負はどこに転がってんだかな。次はあの世で相手してやるぜ。腕磨くんだな。日は昇ったか。あなたの夢